はい、皆さんこんにちは、私はレック専任講師弁理士の西田です。さて、今日はですね、2023年向け、合格向け、弁理士Lゼミ秋季生の、西田クラスの説明を行います。さあ、さてですね、今度23年向け、受験始まっていきますけれども、じゃあですね、今日は私のクラスのポイントを、皆さんにご紹介いたします。で、まあ、Lゼミもですね、いろんな、いいクラスが いろいろありますけれども、私のクラスの特徴はですね、今日はですね 3つのポイントでお伝えいたします。で、私のクラスの3つのポイントは何かと言いますと、1つ目は、論文式試験の問題の読み方で、もう1つ2つ目は、答案の書き方で、3つ目は、質問相談ということが、ポイントとなります。で、その3つについて、今から、詳しく説明いたしますけれども、最初に、まあ、どのポイントもですね、聞いたことあるようなことなので、本当に特徴かということにもなりますけれども、そこの部分もですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。で、まず1つ目はですね、論文の読み方、論文題文の読み方です。で、読み方が当然なの、大事なのはお分かりだと思いますけども、ですね、論文式試験で、合格するためにはもちろん問題文読んで、でそれの質問に答えて答案を書いて、提出して、まあ、合格点を取るということになりますけれども、この中で実はですね、一番大事になってくるのは何かというと、問題文を正確に読むということになります。どんだけ知識があったり書くのが上手だったとしても、まあ、問題文を正確に読めなかったら質問に答えられないですね。なので点数がもらえないということになりますので、ぜひですね、問題文を正しく読むということをできるようになってほしいなと思います。で、じゃあ実際どういうふうに読むかということを、まあ、簡単にちょっと私のクラス のレジュメで紹介させていただきます。じゃあですね、ちょっとプレゼンターを見ていただきまして、一応例として過去のちょっと問題文を用意させていただきましたけれども、これ例えば特日の問題ですね。で、特日の、まあ大体どの方域も多いんですけれども、主にですね、まあ柱書きがありますと、柱書きが書いてあります。で、その他に、まあ設問があって。まあ、設問の今回だったら設問の柱書きみたいになりますけど、それで設問があってそれに答えると。で、設問が複数あって、例えば今回だったら2番とか3番とか4番があると。まあこれが、まあよくごく一般的な問題の作りになっていると思いますけども、じゃあまずどのように読むかというのをある程度ご紹介いたしますと、問題文の柱書きは、事例になってますので、こういうのはですね、できる限り素直に読んでください。ね、素直に読んでください。で、その代わり、設問に関しては、例えばここだったら本件訴訟においてオツがなし得る主張を以下のそれぞれの場合について説明せよというふうに書いてありますが、まずは問題文そのまま読んで把握はするんですけども、これから問題を解くためにどういう日本語に直したら自分が分かりやすいかなと、というふうに変換をしていってほしいんですよ。で、その変換の仕方は、まあ私はここでちょっと見えますかね、出ますけども、
日本語にでもちろん問題文は書いてあるんですけど、それを分かりやすい、自分が分かりやすい日本語に変換するということで、まあ、和文和訳しましょうと一応講義では言っています。で、和文和訳っていうのは何かっていうと、まあ、ここに書いてある日本語から問題が解きやすいように、日本語を変換するとということを言っています。で、例としては本件訴訟においてオツがなし得る主張と言ってますんで、で、これから読み解けることは何かって言ったら、特許庁への手続きは書かないとか、で、主張というふうに聞かれたら、まず侵害と、まあ、否認を検討しますよと、そして否認ができない場合は抗弁を検討するということで、もうここのオツがなし得る主張と聞かれた時点で、まあ、否認と抗弁を検討するんだなっていうふうに、日本語を変換する、和訳するということを行っていきます。まあ、これはよくあることなんですけど、まあ、これをそれぞれについて、各設問について読み解いて、題を把握していくということをやっております。このようにですね、あの問題文の読み方をぜひ和文和訳して考えるってことを皆さんにお伝えしていけたらなと思います。はい。そして、はい、次にですね、今のが1番目です。で、2つ目がですね、実は、私のクラス、西田クラスの一番の特徴になっております。その一番の特徴の2番目は何かというと、答案の書き方を身につけるということをやっていただきます。で、答案の書き方を身につけるためには、まあ細かく言うといろいろなことがあるんですけども、一番の特徴のことで言うと、私はですね、まあレックのレジュメの答案以外にですね、西田クラスの参考答案を皆さんにご提供しております。で、この参考答案というのが最終的に目指す答案になっております。で、この参考答案のような書き方をすることができれば、まあ、十分合格点が取れるのではないかなと私は確信しておりますので、ぜひですね、それを目指して皆さん、あの答案の書き方を練習していただきたいなと思います。じゃあですね、実際その参考答案というのはどういうものなのかを、まあ、あの過去の問題から紹介させていただきます。ここですね、あの聞いてしまえばなんか単純なことのように思うかもしれませんが、実はですね、このような答案を提供しているのはなかなかないじゃないかなと、私独自のところかなというふうに思っております。で、まず全体像をお見せしますと、これはですね、特実の答案の答案例なんですけれども、ちょっとまずは全体像を見ていただいて、これ見開き1ページで、集約してご提供させていただきますが、いただいておりますが、これ答案でいうと、例えばこれ1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目とというふうになっております。で、これを見開きで見せる、お見せしていますと。で、ここはですね、すごくまず見開きで全体見えるように提供している理由がありまして、それは何かと言いますと、これちょっと拡大しましょうか。拡大、ここに書いてますけども、すごい、あ、ちょっと大きすぎ、これでいいですかね。で、見開きで文章、あのお見せすることによって、見開きページで文章としてではなく、ビジュアルとしてどの項目をどれだけ書けばよいのかも分かるようにしていますということで、これはですね、文章で書くんですけども、これをですね、視覚的にどんなような分量でどういうことを書くのかっていうのを見てほしいために、見開き1ページで紹介しております。で、まず全体像ですね。まず全体。こんな感じですかね。はい。そしていくつか特徴があるんですけど、まず特実に関しては、
私はですね、必ず60行以内で書き上げる答案を提供しています。で、理由は何かと言いますと、これはですね、本試験で、この例えばこの問題で出たらこういう回答しますよっていうのを、例えば皆さんが、完白、完全に同じように書こうとしたらした時に、試験時間内に可能な範囲で書ける分量はこれぐらいですよということを提供しています。ですので、ある程度かなり端折った形にしてます。ということはどういうことかっていうと、本当はもう少し書かなきゃいけないこととか、実は丁寧に書けばもっと文章が長くなるんじゃないかっていうところも全部コンパクトに圧縮して、よりもう実践的ですね、実践的なスタイルで書き上げております。ですので、もう圧縮して、もう特実だったら時間とスペースを考えたら、制限時間考えたらこれぐらいだとなんとか例えば書くスピードが遅い人でも書けますよと、なんとか真似して書けるんじゃないかということを考えて考慮して書いております。ですので、60行以内で収めているっていうのがまず一つ。あと今のと関連して大事なことがありまして、見た目が60行であっても、例えば1行に入っている文字がすごくいっぱいで、結局ただ見た目が60行にしてあるっていう答案だと意味がなくて、すごく大事なのは、本当に大事なのは文字数なんですね。なので文字数も削減するために、実はですね、こう答案作成するときにここに書いてありますけども、1行は30文字で作成してます。マックスで30文字。なので文字数を極力短くして、行数も短くして、なるべく少ない分量で合格点を取るためにはどうしたらいいかと、これを分析してるんです。ここがもう本当にすごく労力がかかるところで、皆さんが例えば自分でご自身でやろうとしたらすごい時間がかかるところとなります。それをですね、私は皆さん受験生の負担を減らすために私が作成して提供して、これを真似ればいいですよというものを提供しております。これがですね、本当にすごい時間と労力がかかって、ここをすごい重要視してますんで、ここはですね、私のクラスの、特徴になっているかなと思っております。それであとは書き方に関しては、各項目もどのような書き方っていうのは基本的にはパターンを設けていまして、どんなパターンかっていうと、まずは設問番号を必ず書きましょう。見えますかね。まずは設問番号を必ず書きましょうと。そしてタイトルを書きましょうと。で、その後で内容の説明を書いてくださいと、ね。こっちもそうですね。タイトルを必ず書いて、それで説明を書いてください。いろんなタイトルの書き方あると思いますけど、例えば結論、理由っていう形もあるかもしれないですけど、必ずタイトルを書いて説明を書くと。こちらもそうですね。パリ条約優先権の要件というタイトルを書いて、その内容を説明する。こういったように、必ずタイトル、設問番号とタイトルを書いて、どこに何が書いてあるのかを分かりやすくする。見た目もね。採点者にも分かりやすくするような答案を書くということも重要視しています。でパッと見で見ると簡単にも思いますけども、実はですね、今のお話しさせていただいたことをトータル含めるとすごく大変なことがありまして、それは何かっていうと、まずですね、私の重要視しているのは記載量を少なくする。そして設問番号とタイトルを書いて、見やすくすると。そうするとどういうことが言えるかというと、書く分量が減りますので説明が少なくなりますよね。
そうするとどうなるかというと説明不足になりやすい。そこでやっぱりすごく苦心して考えたのは、短い文章であっても最低限絶対書かなきゃいけないことを圧縮して説明する文章の書き方があるんですね。そこを皆さんに ご提供しているということになります。ですのでそこをぜひぜひ真似していただけたら、皆さんも短い文章で点数が取れるものを論文を書けるようになってくるんではないかと思います。ぜひそこをね身につけていただければと思います。はい、今のがですね私のクラスの最も重要視している特徴です。はい、それで最後にですね3番目はですね、私のクラスでは、質問をですねすごく大事にしております。ですので、まあ、もちろんどのクラスの質問対応していると思いますけれども、私のクラスですね、受講後ゼミの講義後に質問対応を行っておりますし、それ以外にですねゼミ生専用のメールアドレスを設けていまして、そこでメールで質問を受け付けることもできます。ですので質問に対してはですね親身に受け答えいたしますので、ぜひですね、悩みだったり、もちろん受験の悩みでもいいです、受験の悩みでもいいですし、内容の質問でもいいので、質問していただいて、コミュニケーションを取りつつね、合格するためにはどういう例えばスケジュールでやっていけばいいか、どういう気持ちでやっていけばいいか、はたまたこういうところを疑問をどうやって解消していけばいいかということを一緒に相談しながら回答していって、合格に向けて進んでいけたらなと思っております。はい、以上ですね3点私のクラスでは特徴としましては、もう一度確認してお伝えしますと、一つ目は答案問題文の読み方を身につけると、あとは最大の特徴である二つ目、答案の書き方を身につけると、そして三つ目、質問には対応する、親身に対応すると、ここがありますので、ぜひですねこれで皆さん西田クラスで一緒に頑張っていきたいなと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひご受講をお待ちしておりますので、ぜひ受講していただければなと思います。はい、で私のクラスは水道橋校で、朝本試験と同様に10時から始まりますので、ぜひご受講をお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあ以上で西田クラスの説明を終わります。ありがとうございました。私のゼミでこんなところが良かったっていうのはありますか？はい、ですね、ゼミの時に毎回論文の添削をしていただいたんですけれども、なんですかね、やっぱりテニオファーとか細かい部分まで直していただけるので、それは模試とかと違う部分で、本当にこのゼミを受けて自分のダメな部分、どこが弱いのかっていうところを見直すことができました。本当にありがとうございました。印象に残ってるところお願いします。はい、すいません。教育協会ご出身と伺いましたので、やはり教えるのが上手そうだったなというところの印象を受けて、ここだったら次の1年間一緒に頑張れるのかなという印象を受けました。はい、レックを信じてここまで頑張って、無事に合格できました。なので同じような境遇の方がいれば諦めないで頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。それではですね、論文の書き方を学びたい方はぜひ私のゼミで一緒に頑張って合格目指しましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。